ジャン君すごいアップになっちゃったよ。ジャン君ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、猫型のベッドでよく寝ています。はい、お気に入りになりました。中のクッションを夏向きにしたらすごく気に入って中にずっと朝から入っております。いい感じです。はい、ポンちゃんポンちゃん、今日ね鹿の家族見たよ。そうそう、なんか嘘でしょっていうぐらい鹿がいっぱいいます。ここ鹿牧場ですか。すごい、いっぱいいたよ。あんなにたくさんで鹿がいるなんてびっくりだよ。奈良かと思ったよ。え、うん、でもさ、小さい子もいたしね。そしてジャン君、ジャン君、鹿見たよ、鹿。鹿、ここには鹿がいるんだよ。すごい数の鹿です。ところに鹿線が、てかここさ前、うん、見えなかったよね、このなんか。あ、そうだったかな。綺麗にしたんだね、きっと。そしたら鹿さんがいっぱい食べに来たんだね。鹿のレストランになっております。面白い、びっくりだよ。そしてこの間ハクビシンを見たそうですよ。見ましたよ、可愛かったですよ。そしてイノシシも出たらしいですよ。すごいね。すごいね。いっぱいいるね。鳥さんもね、いろんなのがいるよ。あ、いっぱい鳴いてた。あ、いっぱい出た。あ、出た。うん、出たんだ。はい。鹿見たかった。見たかったの？そっか。今度来たらって言っとくから。あ、乗った。